ここなんか、へえ、なんかケババアのあってんだ。すごいね。この辺の建物はレトロなレトロ調に作ってるんじゃなくて本当に昔からある建物なんでしょうね。すごいね、昔からある建物をそのちょっとその昭和な感じがちょうど来たのねと思う。建物もそうですか。見たまおやじもさあ、ちょっと撤去日なんだ。あ、ちなみに、あ、そっか、今年100周年か。今年だったな、そういや。はぁ。手上げや。いや、すげぇ。で、行き取りましたけど、帰りは多分、たたっと走ってかんと。暗証番号でも聞き出しましょうかね。まあある意味クリエイター業界の妖怪みたいなもんですからね。動画投稿13年14年やって登録者数300人、妖怪でしょ、幻の。多分 SSR ぐらいついてますよ。コモンカードじゃないでしょ、ね、このカードにこのチャンネルに出られたらもう SSR みたいなもんですからね。絶対ないよね。絶対そんなこと思ってる人いない。すごいな。しかし奥までずっとなんだ。ああ早すぎたんでちょっと店が全然開いてないですけど、あでここが水木しげる記念館なんだ。はあ、中途半端に入っても結局10時とかになってきたらあれですよね。ギリギリ橋まで行けそうやな。橋まで行って分かる。会議はもうカメラ止めて走らんかね。20何分ってなったんですよね。やばいね。って感じですね。まだちょっと店も開いてないであんまりなんか買ったりとかができないですけど、ちょっとこれはまた来てやるぞ。すごいな。とりあえず駅まで戻ります。ちょっと急ぐんでカメラ止めてダッと行きます。さっきのロードからフラッと入って、ちょっと日が休まってきたわけですけど、こんなとこに神社ですね。
ある意味一番妖怪とか似合う場所ではあるんですけど、神社とかお寺ってここで、ここが一番あれですね大港寺、あ、港のね安定祈願ですね。いや、うちの公開もうまいこといくようにちょっと祈願していきましょう。さあ、お参りしてきましたけど、もちろんですね、相撲協会のこんなやつもあったりとかであるんですけど、ここの入り口のところが、そう、ね、今回全然土産もなんか北のグッズの一つでも買えばよかったんですけど、こんななんかそれになってるんですね。すごい、なんなんだろう、ちょっと言われがわからないんであれですけど、ここに書いてある、後で読んでチェックしとこう。よし、境港ね、よいしょ。いや、これなんか、いやー味もしましたんで、この辺りも多分あれです、韓国用なんでしょうね。まあ考えてみたら、今日って別に黒日ですからね。うちらはトヨタカレンダーなんで、休みなんで、しれっと来てますけど、まあ逆にでもそうなんですよ、うちと同じで、多分このカレンダーの人ってこういったところの方が観光地混まないんで特にね、コロナ以降はね、あんまり3密を避けたいというのもあって、こういった日をね、活用するっていう方も多いんじゃないですかね。ただ私のような使い方をする人はいないでしょうし、誰も真似しちゃダメですよね。もう水木さん以外のイラストを見たら新鮮に感じますもんね。で、向こうが港になっとってやけど、ああ、そっちが港なんだ。ああ、でも、時間がね、わあ、フェリーも止まってますし、さあ、漁業会社さん、すげえ、海産物の出荷に使うようなやつでしょうね。え、こっちはこっちで港関係だったりしてますけど、あ、海の方もね、ちょっとじっくりと 見たかったけど、でそっから沖ノ島の方に行くフェリーなのかな、あれが。あれもまた別か。あ、喫茶店もやってんだ。あ、もうそうか、喫茶店は空いてるか、この時間だったら。港、そうさっきの港の案内のやつはそれ境港になってましたもんね。あれか、指名は境港で、港の名前は境港になってるのか。確かに四日市も四日市港とかっていう感じで港にしますもんね。まあ、港の正式名称としては境港なんでしょうね。境港港なんかにしたら余計分かりにくいですもんね。よし、あ、でも船も見えた。こんな感じですね。トイレとかもすごいですね。それは水産庁の船なんだ。で、こっちから行ける？あれ、まあまあ走らなまずそうかな。すっげえ手ぶれしてそうやけど。
境港駅まだ向こう、あれやばくね、しまった、余裕かましてる場合じゃなかったか。こんだけ観光してるんで店はいっぱいありますね。やべやべ、外れた方にもいろいろと、ああ地元の魚が来るところねあるみたいですけど、 あそこがやばいやばいやばい、ターミナルのデッキあんな長いですね。あ、ナノさん顔こんなでかいんだ、すげえ。よし、とりあえず頑張ってもらおう。